アルダビールはイラン北西部の歴史的都市。アルダビールの名はおそらくゾロアスター教の聖地を意味するアルタビールに由来する。アルダビール州の州都であり、人口は34万386人。住民の大多数は民族的にアゼリーである。伝統的に絹及び絨毯交易で名が知られ、古来のアルダビール絨毯はペルシア絨毯の中でも最良のものとされる。 アルダビールはサファビー町の名祖たるシャイフ・サフィー・ユティーンの性病の在所でもある。アルダビールはカスピ海から 70km、タブリーズから 210km の位置にある。カスピ海とアゼルバイジャン共和国に近接し、都市として政治的・経済的重要性を持つ。アルダビール州はサバラン山の登録の平均 1500m の高地に所在し、 春の末まで寒冷な地域である。気候は冷涼夏、最高気温は35度を記録することもあるが、多くの観光客が秘書に訪れる。冬は長く厳しく最低気温0下25度にまで低下する。年間降水量は約380ミ、mm、リメートル。アルダビール州の歴史は、紀元前2500年の墓山に主張期に遡る。ザラスシトラは、 アラス川流域に生まれサバラアン山中にその著書を記したとアベスタに言及される。パルティアの時代にはアルダビールはアゼルバイジャン地方で特別な重要性を持つようになった。ムスリムの歴史からはアルダビールの創建をサーサーアン朝のベローズ一世によるものとし詩人フェルドースイーもこれを信用している。西暦四世紀から六世紀にかけて粉俗の襲撃による 損害を被った。ペイローズ一世はこれを回復し、防御を固め、アルダビールをアゼルバイジャンのマルズバーン駐在地としている。イスラームの征服時代には、アルダビールは北西イラン最大の都市であり、以降モンゴルの征服までその地位を保った。アルダビールは3度のモンゴル侵攻を受け、3度目にして、陥落した。モンゴル軍は都市住民のみならず、 近隣住民も含めて見つけ次第に殺す大虐殺を行った。モンゴルとウルジアの侵攻はサファビー朝の出現に至るまで3世紀の間、アルダビールを廃墟のままとすることになるのである。サファビー朝のシャーシャー・イスマー・イール・イ世がイランの統一の軍を起こしたのはアルダビールである。1500年のタブリーズへの戦都までアルダビールはサファビー朝の首都であった。後も アルダビールは政治経済の両面において現代に至ってその重要性を失っていない。アルダビールは1514年から1722年の間に14回にわたって、そして1915年にオスマン町に占領されている。また1813年、1828年、1916年にはロシアに占領されている。 1997年2月28日、アルダビール地震が発生。少なくとも965人が死亡、2600人が負傷、3万6000人が家屋を失い、1万2000棟の住宅が損傷、倒壊、16万の家畜が失われた。アルダビール周辺の道路、電力、通信、水道なども深刻な被害を受けた。アルダビール博物館、 シャイフ・サフィー・ユッティーム複合体相合な佇まいの史跡以下の初建築からなる。シャイフ・サフィー・ビオー及びシャー・イスマー・イール・ビオー。チーニー・ハーネ、モスク、ジャンナト・サラー、ハーン・ガーフ、チェラーグ・ハーネ、シャヒード・ハーネ、チェッテ・ハーネ。シャイフ・サフィー・ビオーは、アンラー・アッラーと呼ばれる八角形の内装の有名なドームを持つ。 マスジェディジャーメ大規模なモスクであったが、今は廃墟。ミールザー・アリー・ヤクバルモスク学園複合体、ガージャール長期に遡る。アルダビール・バーザールイラン式の美しいバーザール。サファビー長期の創建。急流によって、ドームをなす交差部には、ハンマームが付属し、また小さいながら神秘的な面向きのモスクもある。アルダビール・モロハシ・アルダビールには、歴史的な橋が多い。 ギーランデフ橋、ナイエル橋、ハフトチェシュメシュ橋、セチェシュメシュ橋などで、ほとんどは、サファビー長期のものである。イマームザーデ・サーレフ美二250年前の創建。シーヤハイマームの公営イマームザーデ・サーレフの墓所。聖マリア教会アルメニア正教の教会。1876年創建。木製の美しいシュトビラと再色されたドームを持つ。アルダビール氏は、 古代都市であり、起源は都市市においては約4000年から6000年前に遡る。歴史を通じた様々な時期、アゼルバイジャン地域の中心地であったが、その黄金時代はサファビー長期であった。温泉にはビーレダルレ、サルエーン、サルダーベ、ブーシュルーなどがあり、その薬効はイラン全土に知れ渡っている。一方、自然景観の面では、 多くの美しい湖が特筆されよう。大きなものにネオル湖、シューラービール湖、シュールゲル、ノーシャフル、アルーチェなどがあり、水鳥の生息地となっている。シューラービール湖は、アルダビールの南、丘陵地帯にあって、水面積は64万の平方メートル。湖面は、鉱物の薄く白い層に覆われ、皮膚病と、リウマチに薬効がある。湖辺には、シューラービールリゾートがある。 町を貫くバリクライチャーイ川は、サバラーン山地に源を発し、周辺の村も多くは川に沿って点在し、アルダビール州の多くの農地を潤している。シャイフ・サフィー病のドームアルダビールの経済は、農業と観光の二つの柱、及びその他の産業からなる。イラン政府は2006年、アルダビールに、同業で、中東最大の織物工場の設置計画を、発表した。 アルタ工業グループはイラン最大の繊維複合企業体で、同社はガズビン州及びアルダビールに拠点がある。高密度繊維版、中密度繊維版、ラミネートいうか多層フィルムをイランに置いて初めて生産した企業である。同企業はアルダビールに拠点を置いた最初の私有産業で15の主要工場がアルダビールにある。この工業団地は100ヘクタールの土地を占め、 また従業員用の住居エリアも合わせ持つ。詳細はイランの音楽を参照、アゼルバイジャンの音楽も参照。ありがとうございます。